ぱりこの濃尾平野を流れます木曽三川についてスポットライトを当てた展示になります。まず、上といいますか、木曽三川を奥から揖斐川、長良川、曽川というふうに配置していて、まあ、実際に木曽三川が流れている順序にしていてですね、でまあ、実際のところは木曽三川で魚が大きく違うわけではないんですけれども、まあ、それぞれの川の、イメージしてもらいながらですね、展示していることと、あと、実はそれぞれ3つずつの円形の水槽になっています。でそこ